暑い暑い暑い。ちょっとお使いに行ってきただけなのに、もうヘトヘト。あ、いけないいけない、暑い日に暑い暑いって言ってると余計暑くなっちゃう。でも何でもいいから涼しくなることをしたいな。クーラーの効いた部屋でアイスを食べたり、かき氷を食べたり、あ、階段とかもいいかも。あ、プロデューサーさん、お疲れ様です。さっきプロデューサーさん宛ての荷物が届いたので机の上に置いておきましたよ。はい、今度のイベントの台本だと思います。はい、いってらっしゃい。私もみんなが涼しくなるようなイベント何か考えてみようかな。ああ、君か、お疲れ。例の台本というと、久しぶりのあのユニットだね。今回も内容については君に一任したからね。私も読むのを楽しみにしていたんだよ。何の台本ですか？ツアーのアクト公演は終わったばっかりだし。あ、これはもしや暗き星同一期の続編？どうしてこんなところに。いやー、せっかくだから朗読劇をやってみたらどうかという話になってね。その台本が届いたというわけだよ。観客が涙したダークファンタジーの続編、私も続きが気になってたんですよね。じん、あ、もしかして先に読みたいのかね。小鳥、今読んで本当にいいの？ここはあえて読まず、本番で最大の感動を味わえるように我慢するっていう手も。まあ、読むか読まないかはおとなし君に決めてもらうとして、イベントの準備は順調かね？うん、これまでグレイス・ノクターンを応援してくれた多くのファンのためにも、今回のイベントぜひとも君の力で成功に導いてくれたまえ。閉じていてください、エドガ。少し苦しいかもしれませんが、あなたならきっと耐えられると信じています。クリス、何？あ、なあ、あんた、そっちは行き止まり。私に何か用事ですか？ヴァンパイア討伐にはもちろん敬にも参加していただくわ。不浄な怪物どもを打ち滅ぼす英雄としてね。不浄な怪物だと？あなたの妹君ノエルも今では人の血を吸う化け物よね。俺たちは生きたい！
ヴァンパイアだって幸せになっていいはずだ。ヴァンパイアが幸せに、幸せに、ノエル。そのような還元に誰が乗せられるものか。滅びるがいい、ヴァンパイア。めぐみさん、泣いているんですか？練習の時にも泣いていましたわね。本番でも泣いてなかった？めぐみさん、次の朗読劇で私たち今度こそ幸せになりましょうね。クリスじゃなかった、トモか。幸せになろう。プロデューサー君、何か言った？台本が届くといよいよという感じがしますわね。それでどんな内容ですの？いいわよ。どれどれ。エドガーとクリス、アレクサンドラとノエル、それぞれの旅のシーンから始まるんですのね。傷が痛むのか。あいつらひどいこと。大丈夫ですよエドガー、私は歩けます。次の町に着いたら一休みしましょう。ごめんなクリス、俺が人の血は飲みたくないなんて言ったばかりに。エドガー、だってそうだろう。人の血さえ飲んでいればこのくらいの傷すぐに治るはずだ。怪我をすることだってなかったかもしれないのに、俺足手まといになってばかりだ。いいえエドガ、それは違います。クリス、あなたがいるから私はこうしてここにいる。まだ生きていたいと思えるのです。大丈夫、あなたがそばにいてくれる限り私は負けたりなどしません。人間にもヴァンパイアにもです。ねえクリス、俺時々不安になるんだ。もしかしたら俺たちの命と同じようにこの旅には終わりがないんじゃないかって。母さんの言った約束の地なんて本当はどこにも。もしそうだとしても私は幸せですよ。こうしてあなたと旅をしていられるんですから。ノエル。あら、お姉様、起きてらしたのね。お前また大丈夫よお姉様、私人を殺したりなんかしていないわ。だからお姉様は何も心配しないで、私が必ず守ってあげる。
ノエルを眠らせるための香はもう残り少ない。それにだんだん効かなくなっているようだ。私が眠ってしまうと、ノエルは一人外に出る。戻るたび血と死の匂いをまとわりつかせて、これ以上の罪をノエルに重ねさせたくはない。だが私はどうしたらいいんだ。クソ、早く逃げなければ。大丈夫よお姉さま、心配しなくても私が守ってあげるわ。だって私とっても強いんだから。お姉さまにも見せてあげるわ。ノエル、ダメだ、人を襲っては。ねえ、あなたたちも追われているの？誰？あなた。ここは危険みたい。話は後にしましょう。裏からなら逃げられる。さあ。待て、私に触れては。この女性、どうして私に触れられるんだ。それに辺境博夫人、エレオノーラに似ている。一体どういうことなんだ。すまない、助かった。その私の名前は、そうね、アンジェリカとでも名乗っておこうかしら。あなたたちは？私はアレクシア、こっちは妹のノーラだ。アレクシアとノーラね。単刀直入に聞くけど、あなたたちヴァンパイアなんでしょ？やっぱりあなたもそうなんでしょ？ええ、でも正確にはヴァンパイアではなくダンピール。ヴァンパイアと人間の間に生まれたものよ。ダンピール？ええ、どうやらあなたもそうみたいね、アレクシア。ダンピールは吸血鬼に出会うとすぐにわかるのよ。それにあなた、人間には触れなかったのではなくて、動物以外誰にも。どうしてそれを。仕方ないでしょ、私たちは闇の生き物、生まれながらにして人間ではないんだから。人間は闇に触れることはできない。闇に触れることができるのは動物のように純粋なものだけ。動物のように純粋なもの。そんな私がダンピール。今度こそ幸せになろうねって誓ったばっかなのに、この仕打ちは何？プロデューサー。確かにひどい話ですね。プロデューサーさん、
どういうことですか？アレクサンドラも気の毒ですわ。ノエルを人に戻す方法は見つからず、その上今度は自身まで。そうよそうよ、プロデューサー君、せっかくの続編がこんな暗いお話でいいわけ？無責任すぎるよ、責任取って。鬼、悪魔、プロデューサー、泣かないで、めぐみちゃん。こうなったら私たち自身でみんなを幸せにしてあげるしかないわ。私たちでってどうするつもりですの、リオさん？もちろん私たちでお話を考えるのよ。そうね、例えば。クリス。あら、エドガー、おはようございます。見てください、今朝もお庭のバラが素敵に咲きましたよ。はあ、ほんとだ、いい匂いだね。それにしても不思議だね、このバラに囲まれていると吸血衝動が抑えられるなんて。ええ、私たちの約束の場所はこのバラにあったんですね。ここで二人でバラ農園を経営しながら、いつまでも一緒に暮らそう、クリス。そうですね、エドガ。どうやら迷い込んでしまったようだ。しかし、こんなところに村があったんだな。綺麗。至るところにバラが咲き誇っているのね。ノエル、気分はどうだ？とてもいいわ、お姉さま。このバラの香り、なんだか心が落ち着くの。不思議だわ。それならよかった。そうだ、持ち主に頼んでここで働いて暮らすというのはどうだ？素敵。そうしましょう、お姉様。なら早速訪ねてみようか。すまない、庭の持ち主と話をしたいのだが。あ、私眠ってしまっていたのかしら。とても悪い夢を見ていた気がするわ。あら、まあ、あなた、アンジェラ、どうしてここに？いえ、そんなはずが。ああ、そう、わかったわ。ここはきっと天国なのね。どうして大勢の人を殺めてきた私が天国に来られたのかはわからないけれど、もしかしたら神様は私が思っているよりも寛容なのかもしれないわ。だって私にはあなたとアンジェラのいる場所こそが天国なんだから。あら、ねえ、ちょっと、私だけみんなとちっとも絡んでなくない？言われてみればそうですわね。リオさんが演じるエレオノーラは本編でお亡くなりになっていますからね。ここで旦那さんとアンジェラが一緒なんでしょ？それじゃダメなの？いや
よ。みんなとの絡みも欲しいの、私は。困りましたね。それですと、やはり最初にもらった脚本ということに。まあまあ、二人とも落ち着いてくださいまし。プロデューサー、どうしましょう。私はみんなで考えたハッピーエンドの番外編も楽しくていいと思いますけれど。続編に幸せな番外編、いいとこ取りができますね。ワンイベントますます楽しみになってきた。ええ、張り切って練習するわよ。それでは次は朗読劇のコーナーです。なんとスペシャルゲストもいるんだよ。今回お送りする朗読劇は豪華2本立てですわ。暗き星統一基本編の続きになるお話と、私たちグレースノクターンのメンバーが考えたはっちゃけ特別番外編よ。どちらも違った魅力がありますから楽しんでくださいね。それでは早速行ってみよう。最初の予定から朗読劇が1本増えて準備期間も大忙しでしたからね。よく頑張りました。朗読劇2本にライブパートもこなして、もう体がバッキバキよ。明日はマッサージ行こっと。私も明日は近所のスーパー銭湯ではなく超高級スパでくつろぎますわ。あら、だったら千鶴ちゃん、私と一緒に行かない？すっごくいいところがあるのよ。まあ、いいんですの？リオさんのおすすめ、ぜひご一緒させていただきたいですわ。ねえ、ところでみんな、お腹は空いてない？私、家からいいものを持ってきたの。ええ、今回のお話にちなんでローズティーとバラのスコーンよ。素敵でしょ？はあ、このスコーンピンク色だ。中に入ってるのってバラの花？食用のバラが使われているんですね。私たちの考えた番外編にぴったりなおやつです。では私がティーを入れてまいりますわ。いいかしら、イオリ。ありがとう、千鶴。千鶴の入れる紅茶って不思議と美味しいのよね。
紅茶とスコーンか。それも素敵だけど、私はやっぱり大人の麦茶で天国に。なんてね、仲間外れは寂しいし、私もみんなとローズティーで乾杯するわ。